はい、おばたです。今日もよろしくお願いします。僕はもともと不登校の経験があって、今はですね、学校は行かなくてもいいっていう本とか、ブログとか YouTube とかでいろいろ情報を発信してます。で、それは僕が学校行かなかったけど、今は幸せに生きてるから学校以外にも選択肢って広がってるんだよっていうことを伝えるという、そういう思いを持っていろいろ発信活動をしてるんですけれども、すごく重要なポイントが一つありまして、不登校はいいんですけど、引きこもり状態について僕はいいと思ってないっていう、ここ結構重要なポイントなので、そこを今日は、ちょっと詳しく、解説をしたいと思います。まずですね、不登校っていうのは、まずそもそも引きこもりって結構イコールにとらわれがちなんですけど、そもそも定義がまず全然違います。不登校は学校に行ってない状態、それが年間30日以上欠席が続いている状態を不登校と言います。引きこもりっていうのは、そもそも家から出ない状態ですね。家から出ない状態が、例えば半年間とか続いている状態っていうのを引きこもりというふうに言います。なので、引きこもり状態プラス不登校っていうのもあるんですけど、不登校だけど引きこもりしないっていうのは全然あるんですよね。なんかここがまずそもそもイコールではないっていうところ、ここは整理しておきたいです。あとは、確かに外に全然出ないんだけれども、例えば、高校は通信制高校に通っていて、オンラインでレポートで勉強してるとか、ここで YouTube とか、いろんな在宅の、例えば家庭教師とか、そういうので勉強してるっていう、あんまり外に出ない人も中にはいるかもしれないですよね。ここだからそもそもイコールじゃないっていうところなんですよ。なので、これはまず整理しておきたい。その上で、僕は不登校は別に構わないと思いますけど、引きこもり状態っていうのはあんまり良くないなというふうに思ってます。で、結局、引きこもりになってしまうと、外とのコミュニケーションが断たれてしまうので、コミュニケーションを取る機会がすごく減ります。で、これはやっぱりコミュニケーションっていうのは努力をしていく、練習を積み上げていく、その先にコミュニケーション能力っていうのがあるので、やっぱりあんまり話す機会が少なかったりすると、どん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 やっぱりそこがですね、衰えてくると、苦手になっていくと。僕の友人で、3年4年間ぐらい引きこもっててですね、全然外に出なかったっていう人がいるんですけど、まず笑い方がわからなくなると。何を人とどう会話していいかやっぱりわからなくなる。そうですよね。3年間もほとんど人と話さなかったと。家族以外とコミュニケーション取らなかったっていうふうになると、そもそも何を話していいかわかんなくなりますよね。その状態は僕はあんまりいいと思わないんですよね。ただ一方で不登校というのは、学校に行ってないだけですから、学校でやってることって勉強するところと、友達作るところっていう、大きく分けるとこの2つが役割かなと思うんですけど、それって別に学校行かなくてもできるくないっていうのが、僕が伝えたいことだし、僕自身が実際にやってきたことですね。僕は確かに学校にほとんど行ってなかったですけど、でも学校以外で友達たくさんいたし、勉強もしてたし、結局不登校になってからの方が僕は友達が多いので、そういう人生もあるよっていうことは伝えたいです。で、僕は不登校になった後、引きこもりにならなかったので、学校行ってなかったけど、フリースクール、不登校の子たちが集まるフリースクールに通ったりとか、あとゲームがすごく好きだったので、ゲームの大会とかに出場して、ゲームの友達がいっぱいいたりとか、不登校だったけど、友達たくさんいたし、むしろ不登校になってからの方が友達が多いっていう、僕はそういう人生を歩んできたので、これは良かったんじゃないかなと。そういうことも含めて、僕は学校は行かなくてもいいというふうに言ってます。で、学校を否定するとかっていう話ではないし、学校でやってることは無駄とも思いません。学校でやってる、勉強をする、友達を作るっていうことは意味があることだと思うんだけども、ただそれは学校に無理に行かなくてもできるよねっていうところがポイントです。だから引きこもりを OK、引きこもりでもいいよねっていうところでまた違うっていう話ですね。ただ一方で、その引きこもっている状態だとしても、今はやっぱり、オンラインのネットのそういう力ってすごい強いなと思います。確かに無理に外に出なくても、自宅でビデオ電話とかでコミュニケーションもたくさん取れるし、動画とか YouTube とかでいろいろ、YouTube ってちょっと面白おかしい動画ばっかり見てるっていう親御さん、子供が見てるって、だからあんまりよく思ってない親御さんっているかもしれないですけど、僕のこの動画もそうかもしれないですが、最近は結構お役立ち系の動画とか、ちょっと役に立つことを話してくれるような YouTuber さんってすごく増えてるので、そういう動画を見るとかだったらすごく勉強になりますよね。
なんかそういうのもあっていいと思うんですよね。で、僕の当時は YouTube ってなかったですけど、テレビ番組とかで結構勉強していて、クイズ番組とか、あとは大河ドラマとかすごい好きだったりとか、あとは NHK さんだったら午前中にいろいろ教育系の番組やってると思うんですけど、まあ、そういうの見たりとか、学校行かなかったけど、そういうテレビとかでいろいろ勉強してたので、なんか別に自宅にいるから絶対ダメとかではなくて、オンラインでもいろいろできることはあるので、まあ、そういうところから始めてみるとかもすごくいいと思います。で、まあ、逆に言うとね、極端な話ですけど、外には出るけど、で、一日中ずっと公園で一人でブランコを漕いでます、仮に。っていう状態でもいいのかっていう話なんですよね。それをなんかあんまりこう、良しとは思わない人って多いと思うんですけど、でも、引っこもりではないですよね。外に出てるじゃないですか。で、一方で、例えば引っこもっていても、じゃあオンラインゲームで世界中に友達がいて、こうビデオチャットをつないでいろいろこう会話しながら、一緒にゲームを遊んでる人が日本中にいると。あ、世界中にもいるかもしれない。確かに部屋の中で引っこもってるように見えるかもしれないけど、気持ちとしては世界とつながってるっていう状態も例えばあるじゃないですか。なんか外に出るからいいとかっていう話ではなくて、やっぱりもうちょっと本質を見た方がいいなと思うので、こう不登校だからとか引っこもりだからとかっていうのは極端な話はあんまり関係なくて、結局生きてる時間を何に使ってるか、それをどういうふうに過ごしてるのかっていうところがすごく大事だなと思うので、なんかこう大事なものを見失わないでほしいなと思います。別に学校に行ってようが行ってまいがぶっちゃけどうでもいいじゃないですか。まあ、結局その時間を何に使ってるか、どう使ってるかっていうのがすごく大事かなと思うので、なんかそういう視点で見てもらえたらいいなと思います。ただ、確かにビデオ電話とか、オンラインの良さってすごくあるんですけど、やっぱり対面のコミュニケーションっていうのもすごく大事だなというふうに思います。ビデオ電話とかチャットとかでもコミュニケーションもちろん取れるんですけど、それだけだとやっぱりこうなんとなくありますよね。やっぱり対面だからこそ分かるものとかなんかあるじゃないですか。そういうのってなかなか身につかないので、対面のコミュニケーションっていうのはすごく大事だというふうに思うので。それはやらなくてもいいっていう話じゃなくて、まずはそういうところからオンラインのチャットとか、ビデオ電話とか、そういうものから慣れてもいいけれども、できるだけ対面のコミュニケーションっていうのも大事にしてもらえたらいいなとも思います。ちょっといきなりこう、外に連れ出すとかやっぱやめてほしくて、そういう方すごく多いんですよね。子供が不登校になって、引っ込まれダメだと思うので、やっぱ連れてきますみたいな人も中にはいるんですけど、やっぱりこう、まず、不登校になった時に直後っていうのは結構精神的にやられてる時がやっぱり多いので、その状態でこう無理やり外に連れてくって結構子供さらにメンタルやられちゃうこと多いので、ちょっとまずは待ってもらって、で、好きなことから、それこそゲームとかでいいと思うんですよ。ゲームで、オンラインで友達がたくさんできました。で、その子たちと、実際に会ってみようとかでもいいと思うし、なんかもうちょっとこうステップをいくつか踏んでいって、引っこもり状態っていうのはできるだけなくしていけるように、ちょっとずつやっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、僕は完全にゲームのおかげでしたね。学校行かなくなった後、ずっとゲームしてましたけど、ゲームのおかげで友達がいっぱいできたし、そういうゲームの大会とかあったらすごく僕は積極的に外に行ったんですけど、なんかそういう、僕はゲームだったけど、他にもみんな好きなことっていろいろあると思うので、なんかそういう好きなことから始まるコミュニケーションっていうところからやってもらえたらいいかなというふうに思います。他にもいろいろ、YouTube、この僕のチャンネルで、こういう感じで、不登校とか子育てに悩む人に向けていろいろ発信をしてますので、もしよかったら他の動画も見てもらえたら嬉しいです。新着もどんどん更新していくので、ぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。あとは、高評価とか、この動画の高評価とか、コメントとかもぜひぜひお待ちしてます。で、コメント欄でお題とか、なんか悩み事とか書いてもらえたら、それを拾って新しく YouTube 撮るとかもやってるので、ぜひぜひコメントしてもらえたら嬉しいです。これからも毎日更新頑張っていきますので、ぜひぜひ応援してもらえたら嬉しいです。ということで、今日もありがとうございました。ではでは。